ーロニアンは国際総除委員会によって定められた地質学用語である地質時代名の一つ、後期白亜紀の二番目の木である。9390万年前から8980万年前にあたり、セノマニアンとコニアシアンに挟まれる。なお、ーロン街、ーロニアン街という名称があるが、これらは時代を示すものではない。解は 地層に対して当てられる単位であり、層女名、中論外、中ロニアン外と、時代名、中論期、中ロニアン期は、対応なす関係である。詳しくは、類題を参照のこと。イスラエル南部マクッチ・ラモン北部に由来するジェラフィット、層の石板状石灰岩中ロニアンは、フランスの古生物学者、アルシド・ドルビニにより1842年に、定義された。彼は、 フランスのトゥーレーヌ州のトゥールという都市にちなんで命名し、ここを模式地とした。チューロニアンの最下部は、アンムナイトの種であるベトナサース・デボネンスが地質中上図に初めて出現する場所と定義されている。チューロニアンの国際標準模式相談面を呼び、地点はアメリカ合衆国コロラド州のプエブロ近辺のロックキャニオン廃車に位置する。チューロニアンの最上部は、 イノセラムス科の二枚以外であるクラムナサーマス、ローチューンダタスが地質中上図に初めて出現する場所と定義されている。チューロニアムは前期、中期、後期の秋に区分されることがある。テチス海においては以下のアンモナイトのバイオゾーンが含まれる。他の重要な市準化石にはイノセラムス科のイノセラムス三種がある。イノセラムスは現代の以外に関連する二枚以外の 南体動物である。中ロニアンの前の地質時代であるセノマニアンとの境界では海面上昇に伴う世界規模の海洋無酸素事変が発生した。無酸素事変の中心となったのは大西洋とテチス海であったが海洋無脊椎動物の絶滅パターンにサワーレド日本近海の生物賞も影響を受けた。北海道のアンモナイトは 教会から20の50万年後に回復を見せた。OI2 とそれ以降の新種の出現は、中ロニアンの規定を定義する。国際地質科学連合の白亜系総助学、商委員会では、OI2 のデルタ1 3 c チの性シフトの終了が、セノマニアン、中ロニアン教会と定義されている。炭素、酸素同位対比の研究から、後期、中ロニアンから、コネアシアンにかけて、 海水準低下と地球規模の気温低下が起きていることが示された。後期白亜紀は全体として寒冷化しており、火山活動で放出された二酸化炭素による温室効果で一時的な温暖化が繰り返されていた。北海道では中部エゾ草群ミカサ層がセノマニアンから中部中ロニアンに上部エゾ草群が上部中ロニアンにあたる。中ロニアン期の間には ニッポニテスなど新たな異常巻きアンモナイトのグループが出現したほか、ユーバリセラス、オビラセラス、シューパロセラスといったアバラの発達したアンモナイトが生息した。三笠市立博物館では2020年2月1日から5月10日まで、中ロニアンの地層から産出したアンモナイトなど、約400点の化石の企画展が開催されている。日本で産出するアンモナイトを挙げる。 ありがとうございます。